2016年2月20日、ソウル知事が東北地方などの魅力を紹介するため、日本外務省が20、21の両日、ソウルで開く予定だった行事が、開催直前に中止になったと報じた。外務省が20日発表したところによると、外務省当局者は、韓国当局と調整を続けてきたが、開催許可が下りなかった。背景について説明する立場にないと述べた。このイベントは、エキシプロル REAL ジャパン in ソウル。ソウル市内のワンシムニ駅にあるショッピングモールに、青森、宮城、福島、鹿児島各県の合同ブースを設置。菓子や日本酒の紹介、民謡ユニットによるパフォーマンスなどが行われることになっていた。これに対し、韓国の市民団体は、19日に声明を出し、福島、宮城、青森の各県は、東京電力福島第一原発事故で、汚染の被害を受けた地域で、水産物の韓国への輸入が制限されていると強調。行事では、福島県産の菓子も広報対象に含まれていると指摘し、日本大使館に対し、行事の取り消しと謝罪を要求。韓国政府にも、日本側に中止を求めるよう訴えていた。